明日から夏休みか。秋田はどうするの？ハヤト、俺たちに休みはない。もちろん毎日訓練だろ。そんな。あれ、 E5 さんと E6 さんどうしたの？あ、リカちゃん、どこか行くの？明日、森の泉に泳ぎに行く予定なので、新しい水着を買いに行っていたの。へえ、湖に泳ぎに行くんだ。シンクロンさんたちも、もし明日予定が空いていたら一緒にどうですか？それが、行きたいんだけど、明日も訓練があって。もちろん、一緒に行きましょう、リカちゃん。訓練は？何？ハヤトは明日も訓練だって？真面目だな。それじゃあ俺とリカちゃん、二人で行こう。秋田変わりすぎだよ。なんでこうなるんだ。まあまあ、秋田。いやー、二人とも一緒だと楽しいよ。森もすがすがしいし、湖も綺麗だ。どうしてハヤトもカヤマさんも一緒なんだ。俺の計画が。パパ、シンカリオンさん、どうかな？似合ってる？うん、とっても可愛いよ、リカちゃん。お母さんの若い頃にそっくりだよ、リカ。ありがとう。なんだか照れちゃうね。私、泳ぎに行ってきまーす。リカちゃん、なんて可愛いんだ。キャーッ！助けてー！リカちゃん、どうしたんだ？助けを呼んで、急ごう！俺の後ろにおいで。シンクリオンさん、ありがとう。行くぞー。ドーパンチキックパンチガッガーガー。よかったー。あっちに逃げていったよ。リカちゃん、怖かったね。大丈夫かい？知らなかったわ。ガサゴソ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 。お？なんだ？あの草むらで気配を感じたんだが、気のせいか？湖は危なさそうだから、カヤマさんがいる方でキャンプでもしようよ。それはいいのね。私、手作りのお弁当を持ってきているのよ。行くよ、明日。ああ、やっぱり気のせいか？待ってくれリカ、心配したよ。ハヤト君と秋田君がいてくれて助かったよ。いえ、ワニも払いましたし、もう大丈夫ですね。ね、秋田。そうだな、ハヤト。ハヤト。あれを見よ。え？あれ？ん？僕の顔に何かついているかい？後ろに、くっ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 もう森はこりごり。シンカリオンさんたちがいてくれてよかった。ありがとう。それにしても、巨大なワニに巨大な雲。この森には秘密があるのかもしれないな。そうだね、秋田。またいつかこの森を調べに来ようよ。リカちゃんとカヤマさんを守ったシンカリオン。この森にはどんな秘密があるのかな？それはまた別のお話。